危なかった。まカルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が討てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系、そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ、大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレン、そしてマーレ、食いしん坊でちょっとドジだがまあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか、さあ俺様たちの運命はどっちだ。これでやっとラクーナの秘伝書を奴らの手から奪い返すことができたってことだ。ディアボリック5の連中、ローリー、マグショット、ミズ・ルビー、パンダ・キング、そしてクロック・ベルク、戦いは楽じゃなかったが、やっと秘伝書が本来の持ち主の手に戻ってきたってわけだな。もちろんここまで来れたのは頼れる仲間たちがいたからこそだ。二人とも大変だったろう。本当に感謝してるよ。マーレ、初めのうちは無理して強がってたくせに、なんだかいつの間にか結構いい根性を見せるようになっちまったもんな。そしてベントレ、彼の頭脳とナビゲーションがなかったら多分俺は最初のボスも倒せてなかったろう。信頼できる仲間がいてくれる、ありがたい話さ。もちろんこの可愛い子ちゃんのことも忘れちゃいけねえよな。もっと仲良しになりたかったんだけど、俺たちはまた追われる側と追う側に逆戻りってわけだ。と思ったら彼女本気であの約束を守ろうとしているらしい。俺に10秒の猶予をくれるみたいだ。8 7 6 5 4 3 2 1。0。あの野郎。いや正直ちょっともったいないとも思ったんだけどさ、でもな、またカルマリータとは近いうちに会えそうな気がするんだ。